トゥルーラブストーリー233回目、沢田さんルートを進んでおります。だんだんと心を開いてくれているんで、この調子で寄り道とあとデートですね、それのお誘いをしていきたい。あ、朝会えた、今日も会えた。沢田さんおはよう。おはよう。お、もう普通に挨拶してくれて。どうしたの？もう、いや、なんでもないんだ。確かに若干の違和感がね。いや、でも嬉しいな。昼休みの屋上を。お、このパターンは沢田さんがいそうですね。あ、いた。やっぱり一人で食事。あ、でももう誘えるんじゃない？普通に。一緒に食べないと誘う。沢田さん。一緒にご飯どうかな、仲良くなれてきてるし。何？一緒に食べないかい？あれ、一人で食べるより二人で食べた方が美味しいよ。お、そうね。出れてるんだな、もう完全に来てるな。本来の明るさを、笑顔を取り戻してる。焼きそばパン変えたよ。食べる？あ、焼きそば変えたんだ。え、いいの？いいわよ。え、関節焼きそばチューになっちゃうけどいいの？もらうのは悪いから、俺のと交換だ。好きなものを一つ選んで。別にいいのに。え、そうはいかないよ。どれでもいいの？うん、いいよ。じゃあ、何食べたい？コロッケパンにしようかな。かわいすぎるよ。沢田さん、お気に入りが。やっぱり、前回終盤、だからあの、おばあちゃんで笑顔を見た時から、あ、なんか空気読んでくれたのかな、今。ありがとう。一気に来たね、沢田さん。ええ。すごい勢いで出れ始めたな。こうして沢田さんと食事をした。そろそろ下校イベント起こってもいいよな。あ、来た。沢田さん、ああ、帰りかい？そうよ、帰るところよ。あ、じゃあ行けるかな、これ。あれ？一緒に帰ろうとか言わないの？力、あ、あれ、あ、え？だって毎回そう言うじゃない。あ、今までの積み重ねが効いてる。一緒に帰らない？いいわよ。おお、何、この子、あれ、意外とちょろいんじゃねえのか。もしかして沢田さんって、この辺りって猫が多くない？猫、あ、あれだ、湯気だ、湯気。今朝もこの辺りで何匹か見かけたわ。湯気ちゃんいるから。うん、それじゃあイベント会話があるかな。あ、天候の話とかあるしね。あ、テストの話してみましょうか。テストも終わったし、あとは夏休みを待つばかりね。うんうん、夏休みか。あら、嬉しくないの？あ、俺もういないからな。でも好感度、ゲージの方は結構上がってるんだ。プレゼント、あー、でもなんかあんまりしっくりくるのかな。なんでもなんかあげてみよう。ジグソーパズル、花束、哲学、全部違う、全部違う気がする。花束、意外と喜ぶかな。あげてみようか。気ざったらしすぎるかな。やってみよう。花束、あ、ちょっと上がったよ。沢田さんにこれをあげる。これを私に？うん、そうだけど、どうかな。ありがとう。あれ、この反応どうなんだろう。下校中に花束をあげる高校生っているか。じゃあ転校の話してみましょうか。やっぱり前の学校へ戻りたいと思う？え、あれ、ちょっと横見ちゃった。ごめん、そんなこと聞いちゃいけない？うん、別に構わないわ。好きじゃなかったのよ。前の学校で、なんか、前の学校、え、なんかあったんじゃない？本当、戻りたいとは思ってないわ。そうなんだ。どうなんだろう。つってたら、ちょっとハートが破裂しちゃいそうにもかかわらず、まだちょっとゲージは足りないんで、点点点作戦ですね。ここで運よく相手からの話題来ない。点点点、あ、ないな。じゃあ、なんかこの辺のキーワードは全部外れた気がするな。こちら辺、クラブとかは入ってないし、勉強し、何がいいんだろう。趣味の話題ら辺がいいかな。
沢田さんの趣味って何？絵を描くことと散歩することよ。散歩はともかく絵描くんだ。へえ。あ、これチェーンいけそうですね。もう一回。今度沢田さんの描いた絵を見せてくれないかい？別に構わないけど、うん、どうして？美術部員とかじゃないんだよね。沢田さんが描く絵ってどんなのが興味あるから。じゃあ今度見せてあげる。うん。どうしよう、ホモ同人誌描いてたらバリバリの腐女子だったらどうしよう。あ、つってたら終わっちゃった。あれ、ドキドキ破裂。うわ、めっちゃ照れてるじゃん。私先に帰るわ。やっぱりホモの話はまずかった。ちょっと用事。腐女子だったか。鬼滅の刃好きそう。いやー、そっか、ちょっとやりすぎちゃったな。教室にいたかすみちゃん。あ、かすみちゃんか。かすみちゃん、何？え、あれ、沢田さんもいるよ。ああ、何何、何の組み合わせ、何をやっているんだ。沢田さんを吹奏楽部に誘ってたの。え吹奏楽、沢田さんそういうの興味あるの？うん、興味あればどうかなって思って。いや、沢田さん美術じゃない、どっちかというと。お前相変わらずおせっかいだよ。そうかな。そうさ、昔からあ、でもすごい素直に笑ってる。面白いわね、沢田さん。あなたたち。え、そうかな。面白い要素あった。なんだか似た者夫婦みたいよ。いや、夫婦って言ったらこれかすみちゃんが赤くなっちゃうよ。そんなここまでゆっとりする。俺とかすみはそんなに似てる。ええ、おせっかいなところなんかそっくり。ああ、沢田さん、誤解のないように言っておくけど、俺とかすみは単なる幼馴染だよ。幼馴染か。ん、これはどういう反応だ。もう行ってもいいかしら。あ、吹奏楽には興味なかったみたいです。うん、残念ながら。じゃあね、かすみちゃんは満足そうだな。これかすみちゃんイベントだな。沢田さんっていうより、ね、沢田さんにもいたのかな、幼馴染。ああ、でもやっぱ転校して別れちゃったのかな、もしかして。沢田さんって転校してきたんでしょ。うん、そうだね。ちょっとまだその沢田さんの過去のところっていうのはね、あんまり分かってないんだよね。昼休みの特急広場にほら、やっぱ沢田さんだ。びっくりはてながついてたから。あの子結構時計広場にもいるんだよね。あ、サムネ画像決定。これは可愛いわ。ひまわりと沢田さん何しているの。ひまわりを見ていたのよ。絵になるな、この美少女は。大きく咲いたな、まさに夏って感じの花。そうね。あなたはひまわり好き？ひまわり好きですよ。ああ、ここは好きの方がいいよね。好きだよ。私も。お、そうなんだ。ひまわりって漢字で日に向かう青いって書くのよ。あ、そうだ。いつもお日様を見つめているの。そういう一途なところが大好き。お、一途か。なんかいい会話でしたね。これで多分また放課後は屋上にしたんで、これでまた会えるな。今日一日中会えるな。じゃあ、あ、ほら、いた。沢田さんフルコース始まったよ。ちょうどよかった。何？雑談イベントももうちょっと頬が赤くなってるぐらいのレベルまで来てますよ。まあ、確かにそういうこともあるわね。何の会話だかわかりません。お、下校イベント来ました。今日こそ、今日こそは先にデート誘った方がいいかな。あ、一緒に帰ろうか。え、え、ダメかな。うん、いいわよ、帰りましょう一緒に。この子は本当に最高か。ありがとう。もうこの子はもうそんないいありがとうをここで言うか、誘ってくれてありがとうってこと。いや、なんかいいな、沢田さん。こうやって誰かと一緒に帰るのって、うん、いいわね。あら、もうほんと完全に心開いてるな。前の学校ではいつも一人で帰っていたの？ええ、だいたいね。そうなんだ。進学校だったからかもしれないわね。うんうん、前の学校ね、進学校ね。
それじゃあどの辺、鬼滅の刃あないねあ、本の話題がいいか。本の話題で上げつつの、でも結構上がってんだもん、ゲージ。本ってさ、それは初めて聞いたわ。よく知ってるわね、うん、こんなん言っておきつつ、もう一個ぐらいで、あ、やっぱ天候の話、それか、あ、趣味、あ、趣味はしたか、食べ物、いやー、なんかあんまりだな。季節の話題かな。季節ってさ、季節の話題ってほんと結構みんなでグイッと上がるんですよね。なかなかいい感じ。ちょっと破裂しないかが、あ、大丈夫そう。よし、もうこれだけ上がってたらいけるでしょう。先にデート誘います。七夕祭り、どうだい。今度神社で七夕祭りがあるんだ。よかったら一緒にどうだい。いけるでしょう。沢田さんと二人でお祭り、いいね。おお、やった。私も行ってみたいと思ってたの。やった、嬉しい。誘ってよかった。何時くらいがいいのかしら。そうだね、5時くらいがいいんじゃないかな。じゃあ神社の前に5時で待ち合わせ。神社の前に5時ね、うん、分かったわ。お、楽しみだね。お、連日来ましたよ、下校イベント。あなたも帰り。じゃあ今日は寄り道誘いたいな。もうゲージ上がってるんで、え、 1,2 個アクション起こすだけで誘えるんじゃないかな、うん、いい、帰りましょう一緒に。あの時のクールさはどこへやら。完全にありがとう、ちょろい沢田さん、いいな、このギャップ。さあ、それじゃあどの辺がいいかな。私と一緒に帰ってつまらなくないの。え、つまらなくないよ、楽しいよ、いろいろ話も聞けるし。そう、なんだろう、これ興味あるんだ、沢田さんのこと。え、あら、そんなこと言っちゃって。前に住んでいた場所のこととかいろいろさ。別に面白い場所じゃなかったわよこれでもうハート破裂しちゃうんじゃないの。何もせずに打ち切りじゃないのこれ。それぐらい照れてるぜ。ちょっとちょっと、それじゃあ、勉強の話題とかいいか。あ、もうでもこれぐらい上がってたら、そうですね、ここらでもう一回天候の、あれ下がった、むしろ天候ダメか。でも私には関係ないわね。あれ、クールになった、心閉ざした。あれ、なんだ、感情が行ったり来たり。休日の話題らへん、どうだ。休みの日ってさ。そうね、あなたもそう思う？うん、いい感じなのかな。相手の話題がいいか。沢田さんって何月生まれだい。8月30日よ。あ、もうすぐだね、乙女座か。あれ、8月30日だと夏休みが終わる直前だね。そうね、うん、とすると誕生パーティーを開いてもみんな夏休みの宿題に追われてるから来れない昔はそうだったわね。でも今はもうパーティーなんか開かないけどねじゃあここいらでも誘えるかな。いけるな、寄り道に誘うと。寄り道していかないかい。1回目ですからね。さあ、沢田さん、どうだい。いいけど、どこへ。そうだね、神社へ行ってみない。お前が言うんかい。お前とか言っちゃいけないね神社いいよ、ノリノリじゃん沢田さん。じゃあ行きましょう。うん、神社ね。この子神社好きだね。今度の七夕祭りも楽しいんじゃない。この石段って何段あると思う。そうね、40段くらいかな。40段、どうなんだろう。惜しい、正解は36段でした。よく知ってるのね、数えたの。うん、小学生の時にね、この辺りはお決まりの遊び場だったから。へえ、そうなんだ。うんうん、めっちゃ楽しそうに会話してるじゃん。あ、いいね、夏って感じ。日暮れしがたくさん鳴いてるわね。惨劇が起こりそうですね何かしら発症しそうですねこれ。そうね、でも私は好きだな。おう、日暮らしを聞くと小さい頃を思い出すんだ。そろそろ家に帰らなきゃって。あなたって小さい頃はどんな子だったの。小さい頃、俺はやんちゃな子、おとなしい子、普通の子。
でもやんちゃな子でいいんじゃないのかな。やんちゃな子だったよ。へー、どんな風に？めっちゃ聞いてくる。団地の子供のリーダー格だったから、みんなは引きずれてやっちゃダメって言われることとかやって怒られてた。そうなんだ。どこでもねえな。ねえ、その話もっと聞かせてくれる？めっちゃ食いつく。この子、すごい積極的だな。沢田さんに子供時代の話をした。沢田さんの話も聞きたいんだけどな。どんな子供時代だったのかな、あの子は。あ、今日ももう3日ぐらい連続できてない？沢田さん、あなたも帰り？もう毎日一緒に。沢田さん、一緒に帰ろう。もう一回寄り道誘っちゃっていい？今日も、神社行こう。神社帰りましょう、一緒に。さあ行こう。ありがとう。ちょろい。このありがとういいな。さあそれじゃあどうしようかな。どの辺の会話がいい？こうやって誰かと一緒に帰るのでちょっと破裂しちゃいそうで怖いんだよな。いいわね。前の学校ではそうだね、いつも一人だったんだね。大体ね。それじゃあどの辺、どの辺だろう。やっぱり季節の話題とかが安定かな。褒めるとか言っちゃうと危ないな。相手の話題がいいか。この辺チェーンでいけそう。面白いわね。ちょっと興味あるわ。恋バナってどうなんだろうな、この子。一回振ってみますか。あ、相手から来た。あなたって何月生まれ？あれ、この話前もしなかったっけ。12月だよ。そうなんだ。今月だよ。何日？あ、12月じゃねえよ。俺は12月なんだけど、伊助くんは。じゃあカニだね。13日だよ。さあどうかしらね。言い方がいいな。恋バナ、いやーちょっとこれはハートが危ないんだよな。休日の話題らへんにしとこうかな。休みの日は何をしてる？散歩。スケッチブックを持ってね。あ、それで散歩。すごい、本当にすごいな。この辺りは綺麗な景色がたくさんあって楽しいわ。ここいらでも誘えるかな。いやちょっと危ないけど、とりあえず一回点点点やっておきつつ、相手から来ない？相手から来てほしいな。どうかしたの？沢田さん、いや何でもないんだ。話題よ、話題よ。あ、来た。何の話をしようか。ね、あなたはこの私の制服と、この私青葉台のセーラー服とどっちが好き？この私の、あ、でも俺セ、あ、でもセーラーも好きだけど、この制服も可愛いんだよな。沢田さんのブレザーが好き。やっぱりセーラー服が男のロマン。俺の着てる学生服が好き。何口なんだよ。ブレザー好きなんだけどな。あ、でもここの学校の制服買わないみたいなこと言ってたから、ブレザーが好きって言おうかな。沢田さんの服が好き。そう。じゃあずっとこの制服を着てようかな。いや、それはそれでだから問題なんと思うんだけど。そうね。いやでも青葉台セーラーの沢田さんも見てみたいんですよね。さて、それじゃあ寄り道に誘いましょう。行けるんじゃないかな、これだけ上がってたら。2回目の寄り道、連日で行けるか。え、あ、どこへ？ダメそう。行けるか。臨海広場に行かない？臨海広場ね。あ、いいわ、全然行きましょう。よし、そう来なくちゃ。よし、じゃあね、今日は何の話ですか？ここは風が気持ちいいわね。そうだね。あ、見て、船だわ。船？どこ？ほら、あそこ。あれか、あれは遊覧船だね。遊覧船？このずっと先にある港から出ているんだよ。この辺りをぐるっと回るんだ。そう、いい場所ですよね、青葉台。結構楽しいんじゃないかな。って、あなたは乗ったことないの？あるにはあるんだけど、楽しいかどうかはわからない。どういうこと？どういうことだろう。小学校の遠足で乗った。ああ、いいわね。それが良くなかったんだ。あら、そうなの？その日は波が高かったらしくて、船酔いするやつが続出しちゃって大変だった。あなたもそうだったの？あなたもって、もうフラフラでケロケロで大変。見てみたかったな、その姿。いやでもなんか面白い会話してるんじゃない？沢田さんは船酔い大丈夫？そう、私
船って乗ったことないのよ。うん、そうなんだ。じゃあ乗り物酔いは？そうね、結構大丈夫な方かな。ねえ、夏休みになったら遊覧船に一緒に乗らない？もうすごい積極的乗れるといいな。船はちょっと考えておく。いやいや、乗れるといいな。何か予定でもあるの？いや、そういうわけじゃ。先のことはどうなるかわからない深いこと言っちゃったよ。さあ、そろそろ帰りましょう。こういうちょっとした会話も沢田さんは楽しいな。そうだね、風でも引いたら大変だ。今日もありがとう。日曜日、今日は七夕祭りですよ。いや、楽しみだね、これ。沢田さん浴衣着てきてくれるだろうな。どんな感じかな。お、盛り上がってる。さあさあ、沢田さん、お待たせ。おー、あ、紫なんだ。あ、でも似合うな。沢田さん、浴衣。おお。そんなにジロジロ見ないでよこれはジロジロ見ちゃうよ。ごめん、ついほら、めったに見れないから。あ、一番下だね。とっても似合っている。ありがとう。すごいね、これは。さあ、行きましょう。うん、こう見るとやっぱスタイルいいよねスタイルの良さ、まあ、ね、でも浴衣は出るよね。ここの七夕祭りってやっぱり短冊書いたりするの？うん、短冊、まあそうだね。七夕過ぎてるけどね、この青葉台の七夕祭りちょっと変わってるから。はい、短冊書きましょう。ほら、お、すごいわね。随分物珍しそうにするね。俺たちも短冊を書こう。なんだろう、沢田さんは、え、ここのお祭りはどう？とっても楽しいわ。何書くんだろう、短冊に。短冊には何を書いた？え、教えてよ。内緒よ。なんでよ、一緒。なんでもうめちゃくちゃ楽しいじゃん、これ。あっちの方ってまだ見てないわよね。行ってみましょう。ほら、早く早くもうさっきも言ったけど、本当最初のクールさはどこに行ったのこの子すごい楽しんでる。え、沢田さんは確かこっちの方にいた。何してるの？ひよこか。ひよこの選別うん、いろんなところを見ちゃうな、これ。沢田さん、あなたもそう思う？ひよこかわいいね。買うの？そうしたいところだけど、うちはマンションだからダメね。あ、そうなんだ、マンション。そうか、沢田さん動物好きだよね。ああ、そうだ、この前は鳩。あ、浴衣も鳥だし、これツバメ？鳥好きなのかな。沢田さん動物好きだよねそうね。でも動物だけじゃないわよ。ほう。魚とか虫とか生き物ならみんな好きよ。そうなんだ、虫も。じゃあ俺は何言ってんの。聞いちゃった、一応生き物だけどどうかしらね。ああ、なんですかこの会話は胸焼けしてきちゃう。こうして沢田さんと七夕祭りを楽しんだ。うん、俺はっつってね。ねえ、花火大会が毎年あるって聞いたんだけど。来ましたね、花火大会。どこでやるの？もちろん行きましょうよ、浜辺でやってますよ。今年もきっとすごいよ。よかったら一緒に行ってくれないかな。もちろんでございます。最初からそのつもりだったよ。うん、本当に？もちろん、沢田さんさえよければ。ありがとう。俺を言うのは花火を見てから。最高、ええ。こんなに楽しい一日があっていいのかい、これ。虫がたくさん鳴いているわね。沢田さんの大好きな虫だよこの辺りは周りが静かだからよく聞こえるね。キリギリスにウマオイ。あ、わかるんだ。あとクツワムシ、それにツユムシも鳴いているね。めっちゃ詳しい。虫大好きだな。ウマオイってどれ？ズイッチョ、ズイッチョって鳴いているのがかわいいな。ズイッチョ。クツワムシはガチャガチャっとうるさく鳴いているやつよ。へー、詳しい。ツユムシはよく聞かないとわからないと思うけど、小さくツツツツツツツって鳴いているのがそうよ。へー。
キリギリスは知ってる。チョンギースってなんかやつ。あら、違うわよ。うん、キリギリスはギーッチョンよ。もうしわ、わかんない。めちゃくちゃ詳しい。沢田さん、それは絶対違う。あ、違うんかい。キリギリスはチョンギースだよ。そんなことないわよ。やっぱりギーッチョンって聞こえるわ。言い争いになっちゃった。俺にはそうは聞こえない。そう言われるとそうかも。まあどっちでもいい。もう本人は人だけど、いや、まあここは真ん中がいいか。そう言われるとそうかも、うん、そうよ、キリギリスは絶対ギーッチョンよ。謎のこだわり。キリギリス、そこそんなこだわるか。なんか面白い子になってきたな。うん、ちょっと岡本さん入ってきてない？どう、花火は素敵ね。もっとよく見える場所があるんだ。そこへ行ってみよう。ほう、秘密のスポットへ。おお、こうして沢田さんと花火を見た。綺麗だったな花火。うん、さっきので終わりだ。そうみたいね。今年のはもう一つだった。去年はもっとすごかった。そうなの？うん、なんか物足りない感じで。そんなこと、花火やる？え、マジ？さっき花火買ったの。買ったの？地味な線香花火だけどね。あ、いいじゃん、線香花火。いいね、やろう。沢田さんらしいね。あら、美しい。夏って感じだな。私ね、線香花火って好きだけど嫌いなの。ほう、好きだけど嫌い。玉がパチパチいってる間は明るくて温かみがあって好きなんだけど、玉が落ちると暗くなって途端に寂しくなってしまうの。そうだね、寂しがり屋なんだね、沢田さん。どういう風に寂しい？そういう時はさ、なんかろくなこと言わない気がするな。そういう時はさ、寂しがり屋。いや、それもちょっと、どんな風に寂しい、聞いてみようか。そうね、転校した時の気持ちかな。そういうこと？こんなこと言っても、うん、あなたにはわからないわよ、ね、いや、俺わかるんだよ。もう何回転校してると思ってんの？ごめんね、私が変なこと言ったばっかりに暗い話になっちゃったわね、うん、でも心配しないで、私は大丈夫だから。いや、だからそういう気持ちだったんだろうな、線香花火みたいな気持ち。そっか、沢田さんの言った言葉の意味は何だったんだろうか。そろそろ帰ろう、花火も全部終わったよ。ね、そうね、今日はとっても楽しかったわ。いいな、こんなに笑ったの久しぶりよ。テンション高かったね。楽しんでもらってよかったよ。ありがとう。キリギリスの知識が増えましたよ。おやすみ、沢田さん。おやすみ。おー、七夕祭りやっぱいいな。さあ、そろそろじゃあこの辺でお時間ですかね。それでは君子チェキ、いいよ、見てみましょう。どのぐらいまで上がったかな。君子、今日楽しかったよ。七夕祭り最高だったよ。いいよ、ちょっと待ってね。はい、さあ、沢田さんは、お、もう、あ、もうそこまで行く。もうあと一押し二押しでマックス行きますね。デレッデレだな。そっか、いや、順調に進んでいるんじゃないでしょうか。多分次回でもラストまでね、行けますね。楽しみだ。それでは今回はここまででございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も一緒に帰ろう。